手に入れたい栄光、物語の主役は脚光、荒くれたハートが燃える、積み重なる罪の前衛。先日ニュースとして伝えられたのは、元ブレイキングダウンの代表ユーゴ氏が逮捕されたというもの。ニュースによると、中古スマートフォンの輸出事業に投資すれば利益が得られると持ちかけ、計約6億3000万円を騙し取ったとして、警視庁暴力団対策課が詐欺の疑いで東京都渋谷区格闘技イベントブレイキングダウン運営会社の元代表板垣裕吾容疑者44が男女3人を逮捕していたことが25日警視庁への取材で分かった。板垣容疑者はブレイキングダウン設立メンバーの一人で、ユーゴの名前で選手として参加したこともある。暴対課によると、実際にスマホの仕入れや販売をした形跡は確認されておらず、事業に実態はなかった。ブレイキングダウンの知名度も利用し、総額80億円ほどを集めたとみられる。一部は返金に応じており、同課が被害額の確認を進めている。同課は板垣容疑者の運営する会社レディオブックが20万2022年頃イタリアのフェラーリ社の F1 チームと広告スポンサー契約を結んでいたことを悪用したとみている。出資者に対し、フェラーリ社にスマホを売る事業があると嘘を言い、国内で安く仕入れ高値で転売する。2ヶ月後に出資額の 7-8% を上乗せして返済できると説明していたという。他に逮捕したのは、新宿区の会社役員田丸俊也容疑者35と、渋谷区の会社員堀川美希容疑者30、22年に会社役員2人から契約5億5000万円を騙し取った詐欺容疑で3日に3人を逮捕。同年に別の会社役員からも約8000万円を詐取した疑いで24日に再逮捕した。暴対課は認否を明らかにしていない。ブレイキングダウンは1分間の1ラウンドで勝敗を決める格闘技イベント。運営会社は公式 SNS に一切の資本関係や業務提携を保持しておらず、経営や事業活動に板垣氏の影響はございませんと投稿した。青森県弘前市出身の板垣容疑者は、大学卒業後格闘家としてデビューしたが、その後実業家に転身、 iPhone の修理事業などをはじめ、様々なブランドをプロデュースする会社レディオブックを起業した。ブレイキングダウン立ち上げ後は YouTube 出演や会見など表舞台に立つことも増え、ラジオのレギュラー番組を持つなど知名度も上がっていった。知人は礼儀正しくて物腰が柔らかい、ビジネスは感覚派、イケイケで周囲は振り回されがちなところもあったと明かした。座右の銘は、やりたくないことはやらなくていいだと著書に記している。格闘関係者は、格闘家だったことが一つのプライド、見た目と体作りを気にしていて、会社にプロテインを常備し、お酒も飲まなかったと回想。事業がうまくいかない時代に支えてもらった妻と子供を大事にしていたので、まさか詐欺をしていたとはと驚いていた。ブレイキングダウンは2021年にスタート。現在は総合格闘家の朝倉未来32が代表を務める。ボクシング、空手などの格闘技経験者のほか、経験のない人もオーディションで参加可能。公式 YouTube チャンネルの総再生回数は約1億回、再生100万回超えの動画も多数。参加にあたって過去の経歴を問わないことが特徴。脅迫や傷害の疑いで出場者の逮捕が続出している。今や影響力のあるブレイキングダウンだが、元代表の逮捕とはあまりにも迷惑な話だろう。主役は脚光、荒くれたハートが燃える、積み重なる罪の前衛。一分で終わるのか人生、一分で始まるのも人生、その拳で決めるドリーマー。辛い時に見た月明かりは今も俺のヒーロー。